なんかさ、この前さ、牛角行ったんだけど、え、牛角行ったことある？焼肉屋さんのさ、チェーン店なんだけどさ、牛角行ったのさ、なんか七輪が爆発する場所で。なんかさ、焼肉食べてたらさ、その普通に焼いててよ。特に何も前兆もなしにいきなりポンって爆発するの。七輪が。いや、ガチガチガチ。ガチで爆発すんの。え、どういうこと？と思って。意味わかんないんだけど、しかも爆発の仕方がさ、なんか、ちょっとさ、パフとかなるとかじゃなくて、本当にポンってなるの。え、怖ーと思って、どういうこと？って。何が起きてるの？ってなった。妹ちゃんとのね、家族サービス中に、なんか、これ怖すぎて、もう帰りたいね、って言って話した。これが嫌だな、つって。これ怖いな、帰りたくなってきたね、って。油が落ちてそうな、違う違う。いや、定期的にやられるん、それが。何だったのかわかんないんだけど、何だったんでしょう、本当に。わかんない。それに関してはマジでわかんないんだけど、ずっとね、ボフッボフッってやられて。炭が水分含んでると爆裂。あ、そういうこと？それだったのかな？いや、なんか本当に火事になんないのか心配になった。怖ーと思って。でもそういう仕様なのかもしんない、もしかしたら。ね。水分が入ってる炭パンはたまにある。え、ちなみに言っとくと、あれはそこらかしこからパーンパーンって聞こえてたよ。え、花火ですか？みたいな。あれ？そっちでも上がってますみたいな。すごかったけどな。バハッみたいな。もうだから、坂本とかさ、結構机にさ、なんていうの？肘ついってさ、寄りかかる姿勢になってさ、なんか見てたりするの、お肉焼けてるところ。もう怖すぎて、めっちゃ引き気味だったもん。あんな反り返って肉見たの初めてだわ。めちゃめちゃ反ってたわ、あの日。